は7月30日土曜日です。シャボン玉アート大作戦平田不動産お客様感謝イベントが今終了しました。本日はシャボン玉にちなんだ空間を作るということで、たくさんの子どもたちに楽しんでもらいました。なんといってもじゃあこちらの立体迷路の壁画、しゅんこ先生と一緒にみんなで完成することができました。さあ、しゅんこ先生、いかがでしたか？はい、そうですね、すごくみんな徐々に乗ってきてぐるぐるぐるって手につけてベタベタベタってやってくれる子もいれば、慎重にそーっとじっくり押してくれる子もいたりして、子供の性格が出てて面白かったです。素晴らしい。でこのシャボン玉にこうみんなで指に絵の具をつけて虹を描くっていうのもちゃんとこうイメージ通りにしてくれて、時々ちょっとはみ出したところは子供ちゃんと一緒に直しながら仕上げをみんなでできて良かったです。ゆうこ先生はこの日のために何回もハガパレットに通って機材を準備してくれました。シャボン玉にちなんで7色の虹を描いてくださいました。ここにはこの会場であるシャバトラ、会場であるハガパレットのアトリエの主、足立直樹さんのシャバトラ奈々ちゃんが描かれています。奈々ちゃんも描き直しました。可愛くなったらしい。ちゃんと見せるために。素晴らしい。右端にいるのは誰ですか？右端にいるのは、私が4月末に出版しました、おじいちゃんの不思議なメガネという絵本の未来ちゃんという主人公が登場してます。未来ちゃんとサバトラナナちゃんのコラボです。そうです、夢のコラボです。未来ちゃんがシャボン玉をふっと吹いて、これがこの世界が何年後も続きますように、虹が広がる世界が続きますようにという願いが込められています。いいこと言う。さあ、このハガパレットはいつも皆さんのために開放されているそうです。ステージとか立体迷路とか虫もいっぱいいるので、子どもたちが思いっきり走り回れるそうなので、ぜひ花火みたいにしてみたり、自由に夏を表現してください。楽しそう。みんなまたお待ちしてますよ。バイバイ。こちらの場所は、あとこのペンキは7年ぐらい持ちそうなので、子供ちゃんたちがあと7年後に見に来てもらえるように、はい、それまでは残ってますようにと願って、何回でも見に来てほしいな、はい、何回でも見に来てください。で、インスタにでもアップしてください。はい、はい、お願いします。お願いします。ということで、はい、また次回お会いしましょう。この時間の、はい、この時間のお相手は写真家まゆきとイラストレーターじゅんこが
お送りしました。バイバイ。ぐたぐたですが終了です。ありがとうございました。出えへん。もうない。